ご苦労様です。今朝の役員連絡会ですが、まず小村総裁からは、平和安全法制の修正はですね、多くの賛成を待って、成立させたい願望はあるけれども、よく見極めた上で修正協議を行っていきたいということでございました。それから私からはですね、一つは野田総裁選挙管理委員長、今日から総裁選終了まで役員連絡会にご出席をいただくと、それから総裁選の日程は先週総務会の議を得て決定されたので、吉田野田委員長よりご報告をいただく。それから参議院は、連日平和安全法制をはじめ各法案審議にご努力をいただいていると。先週は改正農協法、今国会の重要法案の一つであり、60年ぶりの抜本改革となる改正農協法も成立することができて、参院のご努力に敬意を表すると。それから平和安全法制の修正協議、これは総裁からもお話があったところですが、真摯に対応いただいているんですが、野党内の動きいろいろあって大変苦心をしておられると思うと、よろしくお願いすると。それから今日から9月に入って会期も残り少なくなってきてですね、いよいよ各種法案出口を探っていかなければならない時期に来たので、政府与党結束して緊張感を持って平和安全法制をはじめ重要法案の成立に全力を挙げていきたいのでよろしくお願いするということを申しました。それから佐藤国対委員長はですね、本会議の日程、それから参議院での審議が大詰めを迎えるが、その参議院をサポートしながら同時に60日ということももうじき来るので、対応しっかり対応していきたいと。それから吉田参議院国対委員長は委員会日程については謙虚に丁寧に粘り強くやっていきたいということでありました。溝って、会長、伊達幹事長からもしっかりやっていきたいと、あるいは審判粘り強くやっていきたいという話でございました。それから茂木選対委員長は枚方市長選の結果、それから酒田山形市長選しっかりやっていきたいと、こういうことであります。あとは加瀬さんから世論調査の報告、野田委員長から総裁選日程についての報告、以上であります。私から以上です。はい、どうぞ。テレビ朝日の野田さん、役員連の中でもその平安、参議院の平安とかの話があったと思うんですが、今日も委員会に開かれずですね、ちょっと残り少ない会見の中でちょっと想定と違う状況になりつつあるんじゃないかなと思います。今現状、残念ながら今日は開かれていないということですね。何て言うんでしょうか、丁寧にやっていくしか今のところはない状況だと思いますのでね、丁寧に先ほど謙虚に丁寧に粘り強くと国対委員長、いや吉田国対委員長おっしゃったけど、まあそれですけど。他にありますか。はい、共同通信です。関連しまして、佐藤国対委員長が60日をもうすぐ来るということをおっしゃっています。これはおそらく参院での審議日数が60日だということだと思うんですけれども、それを超えますと衆院に戻すの60日ルールのところが可能になりますが、幹事長、今の時点のですね、審議時間厳しいということですけれども、60日ルールの使用についてはどのようにこれはたびたび申し上げてますが、60日ルールというのが規定されていることは、これは憲法はそういう事態を想定しているわけですけれども、しかしこれは通常はやはり通常の手法ではないわけですね。逆に言えば60日あれば、普通はそれで大体相当な法案もきちっと結論が出せるはずであるという前提のもとに作られた規定であるというふうに思いますので、その前提をまずしっかり、何としてもやり遂げるということが私は大事ではないかと思います。重ねて聞きたいんですけれども、
その60日を達する前に採決すべきだと、あるいはその議論すべきだという以上にですね、私は先ほど申し上げたものは6個のは60日あれば普通ができるはずです、ということですね。それで60日を超えたときに衆議院はどうするかというのは、いわばこれは非常の判断ということになりますから、非常の判断というのをしょっちゅうしなきゃいかんというのは違うと思います。まずやはり通常の手法できちっと対応するのが大事である。参議院もそういう努力をさせていると思います。はい、以上になりますけれども、副総裁の挨拶の中でですね、その修正協議に関して願望である、理解できるのが願望であるという言い方をされているということは、まあ、裏返せばかなり厳しいという認識を持っていると思うんですけれども、幹事長はそのあたり認識はどのようにお願いしますか。まあ、これはですね、今日は小室さん願望という言葉を使いましたけれども、私の副総裁がお話ししていることはできる限りですね、そのつまり対案とか修正案が出ているということ自体がですね、今何もしなくていいと彼らが考えているわけではない人たちが野党にもたくさんおられるということです。ですからそこで組むべきものがあれば当然、組んでいく必要がある、こういうふうに、まあ、我々は考えてきたわけですが、野党でもいろんな動きが中にあってですね、必ずしもこの修正案のなんていうでしょうか、こうまとめることに野党の方々も集中できるところでは必ずしもなくなっているように見えないことはないということを、先ほどのような小村さんのような表現になっているんだと思います。はい、じゃあ以上で幹事長の会見を終わらせていただきます。はい、ありがとうございました。